がその松本航ヒーローインタビューです。放送席そしてライオンズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。ヒーローは見事なピッチングで今シーズン4勝目を挙げました松本航投手です。ありがとうございます。ナイスピッチングでした。今日はチームが連勝している中、どんな意識で先発のマウンドに上がったんでしょうか。はい、流れに乗っていこうと思ったのと、あとは自分の仕事をしっかりしようとマウンドに上がりました。今日は7回2失点121球投げました。ご自身のピッチングは振り返っていかがですか。いつもアウト1つずつという気持ちで、1人ずつ投げていってるので、大量失点を取られなかったのが良かったと思います。5回には2アウト2塁1塁というピンチがありましたが、浅村選手を3球三振に抑えました。あそこは思い切って攻めましたね。はい、気持ちで負けないように、気持ち入れて投げました。今日は強打者浅村選手を3三振と完璧に封じました。これは手応え感じてるんじゃないですか。そうですね、自分は腕を振って投げるだけだと思っているので、結果が三振ということでとても良かったです。6回の時点で100球を超えていましたが、7回もマウンドに行きましたね。はい、7回投げたいと思っていたので、はい、投げて良かったです。そして打線の方は序盤から得点を重ねてくれました。今日のチームメイトのバッティングはどうご覧になってましたか。もう序盤から、点をいただいて、しっかり一人ずつという気持ちが、強くなったので、本当に助かりました。今日の松本投手の好投でチームは3連勝です。これでチームも勢いに乗っていけるんじゃないですか。はい、3連勝に、貢献できて、とても嬉しいです。そしてご自身は4勝目ですけれども、今月だけで3勝目です。現在のこの好調の要因はどこにありますか。先ほども言ったように、1人ずつアウト1ずつという気持ちで投げているのが、いい結果につながっていると思います。そして今日もファンの方からの友厚コメントが届いております。松本航投手、本日粘りのナイスピッチングでしたというふうに来ていますけれども、では最後にライオンズファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、今日3連勝できましたが、もっと、連勝を伸ばして、なんとか頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。今日のナイスピッチングの松本航投手でした。ありがとうございました。見事な勝利投手4